今私はパックするところです。ちょっと年なのでパックでもしてお肌に水分を入れようかと思います。最近自分の老化を感じている、今日この頃っていう感じなんですけど、こまちゃん笑ってるように見える。こんばんは、猫配信、ラジオ配信、ラジオ配信です。今日土曜？今日土曜なの？え、違くない？今日いや平日だよ、本気。土曜じゃないじゃん。何言っちゃってるんですか。はじめまして。よいしょ。世間知らずね。そうなんだ、ずっと土曜日のことだと思ってた。土用の丑の日って7月の第4土曜日が土用の丑の日なんだとずっと思ってた。どういう意味なの、土用の丑の日。よし、パックがちょうどよくはまった。季節の変わり目か。今日は28日、ニワトリの日パック1000円。今日はケンタッキー。何？入り口に立ち気づいたことは一人じゃないってこと。今日の夜ご飯何にしようかな、決めてない。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。ラジオ配信。あなたにとって私もそうでありたい。今はなんかパックとかいろいろしてて、まだパジャマも着てなくて見せられる状態じゃないので、でもなんか寂しいなって思ってラジオ配信にしてみました。瞳を閉じればあなたがまだの裏にいることで、どれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそう。なんか電波悪かった。治った。どんな感じみんな。じゃあパックをしながらカラオケをしようと思います。じゃあマリーゴールド、マイクとイヤホン接続します。
歌います。心を揺さぶりすぎて
さん、よしひらさん、ありがとう。よしひらさんと HIV ラバーさん、ありがとう。ちょっと待って、りゅうやんも、なにこれ、うまとレジよ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、マオは今充電する、一回充電してパックの液を顔中に伸ばす。ありがとう。こんばんは。この後顔出してすっぴん配信しようかな。なんか今日はメイクがめんどくさくて、肩凝ってますね私。肩凝ってると思います、私凝ってますね。うん、肩こりを全力で治す。コリ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 。リュウヤンだるまありがとう。だるま100個もリュウヤンありがとう。リュウヤンありがとう。レジリュウヤンありがとう。うれしい、ありがとう。ゆうりゃんありがとう。こんばんは、こんばんはだよ、こんばんは、こんばんは。わっ、TK さん、あの、これ何なんだろう、風船、これはおたまじゃくし、これ、な、何、スプーン、何これ。ありがとう、じゅんこも、こまちゃんかわいいでしょ。あ、まちよしさん久しぶり、かわいいでしょ、こまこ、うちのこまこ。あ、飲んだくれさん今日もありがとう。ジェリーさん星10個ありがとう。え、頭だいぶ回復してきて、歌っても痛くないぐらいには大丈夫になった。え、いさおはみやっこさん、だるまありがとう、だるまありがとう、めちゃめちゃ嬉しい、だるまありがとう、ありがとう、だるま。もう顔も見たくないからさ、変に連絡。え、みやっこさんありがとう。来たのアピールしないと来てない扱いされるからな。そうね、そうね。いはみさお、いは、いさおはみやっこさん、だるまいっぱいありがとう。いさおはみやっこさん、ありがとう。いさおはみやっこさん、いさおは、いさおはみやっこさん。いさおはみやっこさんありがとう。ゴリオさんこんばん、こんばんは。ゴリオさんこんばんはってなりそうだった。ゴリオさんこんばんは。いさおはみやっこさんありがとう。すっきりした、お風呂に入ってすっきりしました。いや、メイクしようか迷うんだよね。メイクして配信しようか。いや、でもメイクする意味、今からメイクする意味はないよね。飲んだくれさんありがとう。飲んだくれさん、これ風船か、風船、
ありがとう、ありがとう、ありがとう。うわ、飲んだくれさん、風船いっぱいありがとう。これは風船だね。風船いっぱいありがとう。飲んだくれさん、飲んだくれてんの？ありがとう。私も飲んだくれたい。お酒飲みたい。純粋に酒飲みたい。純粋にお酒飲みたいよ。メイクしてココイチだ。今日はスンドゥブでもいいなって思ってるんだよね。ワクチン接種後6日だって微熱、微熱ってそんな続くの？なんか2回目のワクチン、1回目？ 2 回目？怖くなってきたんだ。タンコブもほぼ治ってる。1回目でそんな熱出んの？怖いね。おう、1回目の時は余裕だったけどな。2回目はまだですけど。寝たくないからな、エミリーに連絡してかないでほしい。都合がいいのは変わってないな。また虫ってきて、ほら少し返事、声も顔も不器用なとこ、全部全部今日病院行って解熱剤もらってきた。そんなに やばいね。お大事に。でも飲んだくれてるんだね。 37.3 度ぐらいだから体調も。そんな、そうなの？本当に？本当にそうなの？それちょっとやばいよ。今度はロライヤーがめんどくさくて動けないことになってます。こんばんは、こんばんは。解熱剤と書いて解熱剤と読む。今日知った。今日知った。高校3年、ありがとう、さきこちゃん。HIV ラバーさん、ハートいっぱいありがとう。HIV ラバーちゃん、ありがとう。そんな、私に愛をいっぱいくれて、本当にありがとう。大好きです、HIV ラバーさん。ありがとう。ありがとう。やばい。ありがとう、ありがとう。嬉しい。心を込めて、ハート100個。え？そんなに私のこと愛してるの？ありがとう。さきこちゃん、真央さんに憧れています。それはね、ちょっとやめた方がいい。え、嬉しい、ありがとう。真央に憧れてるのすごいね。ありがとう、嬉しいよ。すごくすごくすごく嬉しい。ありがとう。
まおちゃん、ちゃんと安静にしてたかい？ちゃんと安静にしてました。 HIB ラバーさんありがとう。 HIB ラバーさんありがとう。 HIB ラバーさんバラいっぱいありがとう。どうしたらそんなにスタイル良くなれるんですかって。私のね、あの私に実際会ってみたらそんなに細くないからびっくりすると思うよ。 HIB ラバーさんバラありがとう。バラありがとう。お腹ぽっこりしてて太っている。細い方ではない。ありがとう HIB ラバーさん、本当にありがとうね。HIB ラバーさんありがとう。浜の一番星のリュウヤンもありがとう。え、みんな本当にありがとう。いやめっちゃ細いよ。まおちゃん特に足が細いのに出るとこ出てていいなと。出るとこってお腹、出るとこってお腹。はじめまして、ありがとう。毎日腹筋しよう。そうね、毎日腹筋しよう。よいしょよいしょ。おし返事声も顔も不器用なとこも全部全部大好きだよ。ドライフラワーみたい。二人の日々がずっとずっとずっと色あせない。色あせる色あせる。ゴミ箱草、ゴミ捨てよ。ゴミ箱草、ゴミ箱草、ゴミ箱草すぎた。ん？ん？ HIB ラバーさんだるまいっぱいありがとう。ありがとう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 。お胸そんな出てないよ。ゲーマオさんは夏らしいことまだしてないよ。夏らしいことしたい。夏の思い出作りたいって思ってはいる。ゆりちゃんだるま10個かける2。いやありがとう。ゆりちゃんありがとうありがとう。今日は本当は7時から配信しようと思ってたからどうしようかなって感じ。そうそうそう、どうしようかな。ありがとう。海とかプールとか好きそうなイメージ。もうさ、海さ着替えがめんどくさいから、なんか砂だらけになってジョリジョリになるの嫌だから、なんか海そんな好きじゃないかもしれない。プールも、うん、いやなんか夜の海にドライブ行くのが好きなんだけどっていう感じです。ちょっとまあ私そうね、よいしょ。今日は真央ちゃんのお顔見れたりするのかにゃ。見たい顔、みんながそんなに顔見たいって言うなら顔見せてもいいよ。いいよいいよ。大嫌いだよ。でもすっぴんどころか髪の毛びちょ濡れでボサボサな、もう可愛いとか言える次元じゃない見た目をしております。お願いします。コマオの顔が見たい。コマオそこにいるじゃん。コマオ顔推しなので、いや全推しなので、
ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。服着てたら OK ですよ。さっきまで服着てなかったけど急いで服着てみた。ちゃっちゃ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 ん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 。歩こう歩こう。井口さんアルコールの女神ね。やだ、誰が言ってんの。なんか黒滝さん、えすごいさ、やばいじゃん。アルコールの女神はやだよ、やめてよ。もうまあお酒キャラ本当脱却しよう。酒は好きだけど、お酒は大好きよ。間違いなくお酒は好きだよ。お酒はもう綺麗な好き。はい、今何してるでしょうか私。今何してるでしょうか私。リンゴの皮剥いてる。髪の毛溶かしてる。正解は髪の毛溶かしてるでした。まだ枯れない花、君に添えてさ、ずっと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 かかってよ。おまおちゃんって何色が好き？あ、ゆりちゃん、だるま100個もありがとう。だるま100個もありがとう。本当にありがとう、ありがとう。まお何色が好き？好きな色とかあんまりないかもしれない。歌います。うわ、びっくりした。歌います。じゃあこれ、たんこぶだいぶ治った。まだちょっとだけ。
なありがとう。生き物がったら真央ちゃんの声が小さくなるのは気のせいだろうか。え、本当？小さくなってる？元気出し店長さん、パチパチありがとう。YouTube で西武遊園地のレポートとかしてほしいな。ほうほうほう。井口さんの歌声は笑顔になる副作用で耳が取れる。ほうほうほう。そうなんだ、ありがとう。ドライヤー中だよ。飲んだくれさん、ドラム、だるま100個ありがとう。ドライヤーしてる。飲んだくれさん、ありがとう。嬉しい、ゆりちゃんありがとう。だるま本当に嬉しいね。えハートまでありがとう。のんだくれさん嬉しいよ、めちゃくちゃ嬉しい。のんだくれさんハートいっぱいありがとう。ありがとう。HAB ラバーさんもありがとう。本当ありがとう。え、ね、なんでみんなこんな優しいの。ありがとう。誰もも、え、ハートも誰ももいっぱい。ゆうやん、HAB ラバーさん、本当ありがとう。ゆうやん、ありがとう。ゆうやん、誰もありがとう。え、いけちゃんとの旅行、めちゃめちゃ楽しかったよ。本当に楽しかった。ゆうやん、なるまありがとう。ありがとう。すっごいありがとう。
できた、すっきり。ドライヤー終了。謎配信って思った。歩く歌う。さよならは悲しい言葉じゃない、それぞれの運命と。これにする、これにしよう。歌いますよ。イケちゃんとの旅行、温泉に良かった。イヤホンが出た。僕は助演で監督で、ここは
が見どころなんだからさ、ああ写真にも写せやしない、きっと些細なその言葉が。お久しぶりです村人さん、なんか久々だね。あといっぱいだるまありがとう。いやこれはドライヤー配信斬新。斬新な配信、自由です。りゅうやんだるまありがとう、めちゃめちゃ自由な人間です私は。まおちゃんは何色だるむかな、どういうこと、まおちゃんは何色だるむ、いつものこと。私はね自由な人間なんですよ。ん？あ、ゆりちゃんだるまありがとう。ゆりちゃん だるまありがとう。いや、単語部まだ完全に治ってはないんだけど、もうだいぶ治った。あの、死にそうじゃなくなった。もう全然だいぶ治った。ゆりちゃんだるまありがとう。CT 検査も問題なかったしね。そう、今だいぶ全然マシ、全然マシ。人間ってすごいね、ちゃんとこうやって回復していくんだね。 CT 検査も問題ないって言われたし、いや健康なことに感謝しましょうね。本当ですよね、健康とは素晴らしいことですよ、本当に良かった。じゃあ 顔出そうかな。ゆりちゃんだるまありがとう。ゆりちゃんだるまいっぱいありがとう。じゃあ顔出しにします。通常これだから、こうすればいいのか、こうする。はい、顔出しちゃった、顔出ししちゃった、すっぴんだというのに。だるまありがとう村人さん、ありがとう。ゆりちゃん村人さん、ありがとう。だるま嬉しい。の女神降臨とか言わないでよ、不名誉すぎて。ありがとう、ありがとう、 みんなありがとう。村人さんだるまありがとう、ありがとう。
ありがとうね。なんか映っちゃいけないもの映ってないよね。よかった。下着とか映ってたらどうしよう。村人さんありがとう。村人さん誰もありがとう。待って、こうやってありがとう、ありがとうね皆さん。誰もありがとう、誰もありがとう。村人さん、うわ、狼さん、クマありがとう。狼さん、クマ2個もありがとう。井口さんの下着地味そう。派手ではない、赤の下着とか持ってないね。狼さんありがとう。狼さん、だるまありがとう。だるまありがとう。村人さんもだるまありがとうね。狼さんもみんなありがとう。ゆりちゃんも、狼さんもゆりちゃんもみんなありがとう。嬉しいよ、ありがとう。仕事戻るのもふもふさんありがとう。狼さんねえねえ、顔出した瞬間仕事戻るってどういうことなの。ベージュではない、ベージュもあるけど全部ベージュではない。どちらかというと黒とかがなんか無難でいいかなって私は思ってるんだけど。なら花柄かしら。花柄とかはないな。ゆうやんさんハートありがとう。おかみさんもだるまありがとう。ありがとう、飲んでないよ、どう考えてもシラフじゃん。ゆうやんもだるまありがとう、ありがとう、ありがとう。ゆうやんハートありがとう、ね、ゆうやんハートいっぱいありがとう。ゆうやんハートありがとう、ハートいっぱいありがとう、ハート100個もありがとう、ありがとう。ゆうやん、ゆうやんありがとう、ハートいっぱいありがとう。完成しました。え、ゆりちゃんハートありがとう。ゆりちゃんだるま500個ありがとう。もうみんなありがとう、ハートとかいっぱい。なんか嬉しくなっちゃったから歌う、嬉しくなっちゃったよ。え、ゆりちゃんもだるまいっぱいありがとう。なにみんな嬉しい、ありがとう。そうね、こんな感じ。髪の毛短いと楽。え、まだ夜ご飯食べてない。スピンすぎてやばいかな。まあリップぐらいはね塗りましょう。見てくれてありがとう。すっぴん好き？ありがとう。もうクマだらけですっぴんや。もう目悪くないし。普通に目が悪いしないでよ。イケちゃんはね細いよね。私から見てもめちゃめちゃ細い。私よりも全然細い。うん、口だけ出てる。あ、なんか出来物できてる。おお、出来物できてるよ。カラオケ。
あなたも
え、何にしようかな。じゃあこれ。リュウヤン、だるまいっぱいありがとう。リュウヤン、ありがとう。つながれたり
ありがとう、パチパチ HIV ラバーさん、ありがとう。
ビート歌おう。だるまありがとう、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 ウロロジストさん、だるまありがとう。まおちゃんのモノマネのレパートリーだった。そう、まおちゃんはモノマネしてたよ。うんふんふん、ほほ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 ほ
ほほ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 ほラジオの代役にはお礼メール書いた。あの3人のふぬけポケットのグループラインがあって、赤間さんとゆったんと、そこに書いた。そこにゆったんありがとうって言った。だるまありがとう、ウロロジストさん、ウロロジストさん、ウロロジストさん、ありがとう。だるまありがとう。歌う。夏祭り。
たいんですよ。なんか熱感が好きらしくて熱感が好きな21歳アイドルっている？私でも熱感飲まないよって思っちゃって、もうなんか面白いなって思って。そう、あのひまわりプリンセス2期生のおりょうちゃんですよ、コメントしてるの。おりょうちゃんと飲み配信したいの。そう、いつしようかなって LINE する。いつがいい？逆にみんなしたいのよ、おりょうちゃんと。熱燗はハマる？熱燗美味しいって思えない？臭いのよ熱燗。本当に美味しい？すごいよ。じゃあ熱燗を飲みながらおりょうちゃんとスナック配信をしたいなって思います。日程を合わせてやりたいよ。熱燗のおりょうちゃん可愛いよね。可愛かった。今日もお仕事でちょっと会ってたんだけど可愛かったです、うん、あざといのよおりょうちゃんは。だからちょっと飲ませて酔わせたいじゃん。どうなるかなって、なんか楽しそうだなって。可愛いからね。人生相談ですね。じゃあ おりょうちゃんの人生相談のお悩みでも聞く回しますか。私年上です、一応。熱燗飲みながら、いつにしよう、いつにするって。終わったら LINE する。みんなはいつがいいの？みんなのいい日程聞いとこうか。一応参考まで。可愛い女の子好きです。だからおりょうちゃんも可愛い女の子好きって言ってた。っていうか可愛い女の子が好き。マオも普通に可愛い女の子めちゃめちゃ好き。癒されるじゃんね。なんかイケメンより可愛い女の子の方が癒されるな。いやイケメンも好きだけどさ、いやでも可愛い女の子が好きだな。なんかこう心が綺麗になる。なんかイケメン見ても心が綺麗にならないんだけど、可愛い女の子見てるとなんか心が超浄化される。なんだかんだ言っても君のブサーピートは芸の幅を広げたんだぜ。そうなの？もうキスなんてしない。ここまで。なれなれしくもしない。人差し指で触ったりもしない。絶対に半径5メートル以内に近寄らないようにするから。だからお願いだからもう会わないなんて言わないで。これ冷静に考え、冷静に。マオが現実でさ、こういうことをさ誰かに言ったらめちゃめちゃ怖いよね。もうキスなんてしない。あ、もうキスなんてしませんしません。うん、もうキスなんてしない。人差し指で触ったりもしない。人差し指で触ったりもしません。慣れ慣れしくもしない。うん、絶対に半径5メートル以内に近寄らないようにするから。だからお願いだから、そこまでしてもどうしても会いたい存在っていうことか。そういうことか、うん、そういうことか。そうだよね、怖いよね。ストーカーだよね。マオにブスってされそうだよねマオが現実でこれ言ったら どんな人間も猛ダッシュで逃げていく気がするよそうだよね。ねえねえ、もうキスしないからさ、ね、人差し指で触ったりもしないし、絶対に半径5メートル以内に近寄らないようにするから、ねえ、だからお願いだからもう会わないなんて言わないでって言うんでしょ。怖いよね。怖いでしょ。怖いよね。冷静にこれ北川景子さんでさ、ブザービートの世界でさ想像してるからさ、これはめちゃめちゃいいシーンだったけどさ、真央がさそんなこと急に言い始めたら、なに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 、怖いってなるよね。それは確かに逃げるな。でしょ、怖いでしょ曲に会いたくない。あれはもうね、ブザービートの中で北川景子さんだから許されるね。真央さんなら半径5メートル以内に普通に近寄りながら言いそうです確かにこの距離で、ねえ、もうキスなんてしないしさ、人差し指で触ったりもしないしさ、ねえ、もう聞いてるってやりそうだよね。ドラマの流れなら感動したよ。それ言ったら普通に逃げるのに、それ聞いたし指聞いてめちゃめちゃ来るよ。あ、半径5メートルより近い。ああ確かに。触らないからって言いながらさ、もう触っちゃってる、もう掴んじゃってるって感じだよね。そうだよね。怖いねこれは。おりょうちゃんと2人でやるから、いつがいいかな。
でも可愛い女の子いたら触りたくなります。いやそれはセクハラだよ。やめな。セチカンだよもう。いろいろ問題起きるよ。やめな、やめな、やめな。それはやめな。でもおりょうちゃんと配信するときはいっぱい触りまくる。あーって触りまくります。はい。君がいた夏は。どういうこと？どういうこと？いやでもさ、女子でも。女子の人が電車の中で急に触ってきたら、え、何ですかって女子でも痴漢扱いする。痴漢です、女の子が私のこと触ってきました、怖いですわーってなるよ、うん、おりょうちゃんの配信楽しみにして。ベロベロになベロベロになったらファンにこの人に怒られるんだった。ベロベロにならないように酔っ払います。あ、おりょうちゃんだけ言わせるわ。じゃあマオはそんな言わない。 お姉ちゃんだからさ、マオは。そう、マオは年上だから。知らない人はありませんよ、女友です。だよね、だよね。でも、マキコさんさ、でも電車で真央のこと見つけてさ、あ、真央ちゃんって知らない人じゃないから触っちゃうって言って触っちゃったら、それダメだからね。それはダメだからね。そうなの、真央ちゃんに触りたかった。ダメだよ、ゆりちゃんも。真央ちゃんって言って電車で触ってきたら、真央も、って言うからね。嫌だっていう。ダメ。絶対ダメ。触んないでよ。触んないで。触んないでよ、え、気持ち悪って怒る、まあ普通に怒ると思う。え、触んないで、え、なんで触んの、え、大丈夫ですか、えって怒る。え、ダメなんですか、は、何言ってるんですか、は、え、駅員さん呼びますよ、え、そもそも警察に言いますよ、大丈夫ですか、えって怒る。本物の井口さんですよ。良いではないか、良いではないか、ばゆりさん。ゆりさん、そんなこと言ってないよ。例えば、お前が井口真央氏に電車内で会って触ったら即代表だよ。そうだよ、休み時間とか女の友達と胸取るようにしてます。あ、なんかそういう高校生のとこいるよね。そういう高校生いる、いる、いる、いる。わかる。じゃあ、触らないから見かけたらどっから真央ちゃんつけば。じゃあ、真央さんって言わずに触りますね。いや、なんかおりょうちゃんはいいのよ、触っても。全然おりょうちゃんだけは、この配信見てる人の中で唯一おりょうちゃんだけ触るのを許すんだけど、それ以外の人は触っちゃダメですよ。普通に犯罪だからね。本当に触んないで。なんか、訴えられるからみんな。本当に触んないで。触っちゃダメだから。ゆりさん井口さんも、え、なんだか、ゆり、とって、え、もーちゃん、頭部の方、あ、頭の方、まだ完全体じゃないんだけど、もうめちゃめちゃ良くなった。まだボコってしてるんだけど、全然完全体ではないんだけど、だいぶ良くなった。え、許してくれるの嬉しい。やっぱ面白いですよ。今度またママやってください。いいよいいよ、いいですよ。っていう感じで、歌います。頭大丈夫？変な意味はないよ、多分。絶対ミノベタさん変な意味で言ってんじゃん。失礼だわ。怒ってるよ。怒ってるよ。怒ってるよ。でで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 村人さん、だるまありがとう。「
多分気づいてないでしょう。星のか夜願い込めてジェリー、指先で送る君へのメッセージ、メッセージ、パパ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 、夏が来るから海行こうよ、ちょっとだけでで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 、we'll be right back.
もっと歌おう、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 もっと歌おう。おほほほほ。何言ってるだろう。ないよ、真央が歌いたい歌が。あった、これにしよう。 HIV ラバーさん、だるまありがとう。だるま500個も HIV ラバーさん、うわーすごい、ありがとう、ありがとう。おりゅうちゃんずっといるじゃん。またテレビつけたままで、あー、ブラックさんも乗った、おとびさんも、あれ、ありがとう。
です。オーナーリアルジャイコとか言わないで、めっちゃ光ってます。ほんとゆりちゃんありがとう。ドルマ全然外見えないからさ、わかんない。グリーンってないのかな。みんなを泣かせる、みんなを泣かせる。明日今日よりも
とう。みんなありがとう。ウロロジストさん、ゆりちゃん、オオカミさん、ゆりちゃん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。オオカミさん、ハートいっぱい、ありがとう。うんふん。君を愛している。エチェビラバンさん、ダルマ、ありがとう、ありがとう。じゃあ、みんなが絶対に喜ぶであろう、あの曲を歌おうと思います。エチェビラバンさん、ダルマいっぱい、ありがとう。みんなを喜ばせたい。ないじゃん。え？そんなこと、あ、いや、立つ。なんだと思う？なんだと思う？当てて、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 当てて。5、4、3、2、1。はい、残念。正解は？井口真央で、さくらんぼでした。あ、リュウヤンさん、正解。どうだい？
オオカミさん音符ありがとう、ゆりちゃんもだるまありがとう、オオカミさんも音符ありがとう、ゆりちゃんもオオカミさんもよしひらさんもありがとう、ゆりちゃんも村人さんもよしひらさんもありがとう、オオカミさんもウロロジストさんもよしひらさんもオオカミさんもオオカミさんもゆりちゃんもウロロジストさんミラーボールありがとう、オオカミさんみんなありがとう、ゆりちゃんありがとう、イエイですね、やっけイエイイエイイエイ、浜の一番星さんもありがとうありがとう、カラオケが楽しいですね、これでお酒飲んでたら最高なんだけど、頭がね痛くはないの、もう、あ、なにこれ、ジェリーさん、ジュエリーさん金メダルありがとう、真央が優勝ってこと、そういうこと、次みんな何がいいっていうのかな、ポッ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 ポ、そろそろ寝ようか。
けで猫を歌います。ノンストップメドレーです。猫を歌います。猫になったんだよな君はいつからと現れてくれたで長い日を君色に染めておくれよ。
ぱい歌った。よいしょ。よいしょ。ああ、ゆりちゃんだるまありがとう。楽しかった。すっきりした。すっきりした。聞いてみんな。聞いて。青が出来上がってると思ってると思うけど、もうこれ一滴も飲んでないから。だから出来上がってる時も出来上がってない時もテンション一緒だから。だから別に酔ってるからあれなんじゃなくて、普通に楽しいからあれなのに、あれで酔っ払いとかあるちゅうとか言われても、もうまあめちゃめちゃもう迷惑。素がこれなの。別に一滴も飲んでなくてもこれなの。でも酔っててもこれなの。だから両方これなの。だからもううーんっていう感じですけど、いっぱい叫べて出勤しました。というわけでみんないつも応援してくれてありがとう。こんな変な私をいつも応援してくれてありがとう。タンコブとかになってイベント最終日配信できなくなっちゃう私を応援してくれてありがとう。今度は絶対そんなことないくするから、 HIV ラバーさんだるまありがとう。というわけで今日の順位を言っていこうと思います。13位、きなこあめさんありがとう。12位、村人さんありがとう。11位、みけちゃさんありがとう。10位、浜の一番星さんありがとう。9位、のんのさんありがとう。8位、オールアウトさんありがとう。7位、ジュエリーさんありがとう。6位、りゅうやんありがとう。5位、よしひらさんありがとう。4位、ゆりちゃんありがとう。3位、オオカミさんありがとう。2位、HIV ラバーさんありがとう。1位、ウロロジストさんありがとう。本当に感謝です。みんなありがとう。わあ、オオカミさんまたクマありがとう。クマありがとう。本当にありがとう。HIV ラバーさん、だるま100個もありがとう。本当、わからない。ありがとう。あれ何位だったかわかんない。もう、ごめんね。タンコブとか、本当にバカでごめんね。本当に単行部で大丈夫やんなくてごめんなさい。ありがとう、ありがとう、ありがとう。というわけでそろそろ終わりにしようと思います。今日もみんな本当にありがとうございました。それじゃあまたねー。